こんにちは、楽天競馬ポイントもらっちゃおう娘ポームスの津田まりなです。さあ今年も赤レンガ記念の季節がやってきました。はい、ということで私の予想こちらです。はい、本命はドラゴンエアルにしました。前走ゴール前での接戦を制しての勝ちっぷりは見事でしたし、9歳になっても衰えるどころか前走後ぐんと調子を上げてきているという田中淳二調教師のお話を伺って本命にしました。連勝に期待してます。赤レンガ記念は3年連続出走してるんですけど、2着2着4着ということで4度目の正直なるでしょうか。で、対抗が里のグリッター、黒三角が1回使われて上積みが見込めそうなリンのレジェンド以下、こんな感じで上げてみました。馬券は本命ドラゴンエアルの単勝と本命対抗から3連単二軸マルチで買ってみようかなと思っています。この赤レンガ記念、楽天競馬で馬券を買っていただくと楽天スーパーポイント 10% 還元です。ぜひ楽天競馬で一緒に赤レンガ記念北海道競馬を楽しみましょう。